始まったってほら。じゃあやるか。仕事しろやる。クレイジーな夜更かし。ということでね、今日のかぶるか脱いだよ、かぶるか脱いだよ、はい、ということでね、赤が多いな、そう、魅力があるやつ、赤を、赤を、はい、ね、ルイは初めて出る、初めてそう、初めてだね、そう、初登場の、初登場、もう、イエーイ、新人でもないけど、俺はもう安定ですけど、なんかいつも出てなかったんですよね、ニコ生、そう、なんで、恥ずかしかった恥ずかしいとかじゃなくて、なんかもうみんななんかニコ生出るとき大体決まってるから、なんかあ決まってるなんかそのテンションについてはい、頑張ったな、何言ってんのさっきから、ちゃんとして初でしょ、うん、お、クリスマス意識ってきてる、そうね、まだあの神木隆之介似てるか、お、神木隆之介君来たよ、やめてよ、初めて言われたね、やめてよ、そういうの、そう、まあまだ若い、若い若きホープやね、そう、若きホープ見るぐらい、若きホープ、髪の竜す髪キーね、そう、髪の竜の好き、髪の竜の好き、銀時、久しぶりじゃない、久しぶりだね、うん、もういつぶり、2ヶ月 ?3 ヶ月ぐらいじゃない、3ヶ月、めっちゃ久しぶりだね、うん、あ、俺でも覚えてるわ、前1回出た、一緒に出たの、一緒に出たの、あのバースデー前だ、そうだ、告知的なね、告知的な、でもそれはやめようかって、あー、ね、そう、やめる、そう、そういう的な感じだね、まあ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 ね、はい、ということですけどもね、やっちゃおうかね、そう、もう今日は何、イエーイみたいな感じで行くとも言ってたけど、うん、イエーイで行くでしょ、イエーイで行くか、イエーイで行こうか、イエーイで行く、で、僕が行こうよ、クレイジーの夜更かし、はい、じゃあ、またやるクレイジーな夜更かしー、よっしゃ、始まったよ、いや、もう、始まった、だいぶ経ったけど、引いて押して、引いて押して、どっちが引きなんだ、あ、テンション上げてね、テンション上げて、まあ、今月ね、うん、クリスマスあるよ、クリスマス？あるよ、クリスマス？出た、出ました、あるよ、非リア充な僕たちにとっては関係ないんだけどね、ちょっとメガネしてね、もうこんなの非リア充だからね、そうそうそう、サキトとか、あー、今日は出てないね、うん、クリスマスって言ったらでももうあと2週間ぐらいだよね、そうね、もう早いね、早いね、もう1年終わっちゃう、早いな、だからクリスマスの思い出がなさすぎてもう1年終わっちゃうの方の話が進みたくなってきちゃう、もうね、もう店にしかいないよ、そう、でもクリスマスでも俺もそうだ、お店で過ごしたことしかないかもしんない、クリスマス、うん、なんかクリスマスね、世間はなんかあれでしょ、一緒にイルミネーションとか見てみたいな、はい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 、で、なんかレストランでね、なんか食べてみたいな感じじゃない、うん、ね、なんかね、なんかリア充でしょ、どうせ落雷でも落ちて死ねえって思うよね、ほんとね、ほんとマジで、そうそうそう、はい、ほんと、死ねよ、いや、死ねよ、いや、でもなんかそういうの、そういう浮かれてるのを見るとあ、でも、今年もお店だっていうのは、まあある、うん、だけどね、お店に来ないとね、うん、味わえないこともあるからね、確かに、例えば、例えば、やっぱ、今年もやるのかな、あれ48回、うん、ビンゴ大会ゲーム、そう、ビンゴ大会、やるのかな、やるのかな、これね、そんなんやってるんですか、そう、超豪華だから、ほんと、飲みたいよりもいいよね、全然ね、商品、去年ね、出たしね、そうそうそう、うん、これはもう来ないとね、やっぱね、手に入れ、入れれないからね、確かに、確かに、51インチだっけ、50、もっと高いっけ、この、今さ、このニコ生にあるテレビの2倍、でもこれ、あれでは、みんなには伝わってないから、分かんないのか、どうしたらいいのじゃ、で、ルイ顔で表現して、どんぐらい大きいか、このテレビの2倍を顔で表現してみてよ、どんぐらいの大きさか、顔で表現する、皆さん、神木隆之介って顔で表現すると、顔で表現してよ、こんぐらい、ちっちゃいよ、まちっちゃいよ、ちっちゃいよ、まそのちっちゃいよ、お母さんに怒られるよ、ちっちゃいから、テレビちっちゃいって来てんじゃん、顔でけんとか
顔だけとかコメントすんなよ絶対。顔ちっちゃい、顔ちっちゃい、ね、ありがとう、よかったよかった。まあ多分今年もね、うん、豪華商品あるからね。顔ででけえ。おお、誰だよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、でも大丈夫、これぐらいのサイズが持って帰れるよ、うん、大丈夫ね、うん、ほんと DVD プレイヤーだよね、もうこんぐらいの、こんぐらい、今時 DVD プレイヤーでさえないけどね、もうもうもはや、もはやウケる、マジでほんと誰がウケる。俺バカやなバカやなぁ、もう本当に飲めよ、飲めよ一回酒が足りねぇな、うん、まあそれはまあ抜きとしてね、うん、そう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 、うん、まあでもね、やっぱクリスマスは姫様たちとね、過ごしたいですよ、まして、というね、シラフだとついていけないわ、なんかついていけない。どこ行く、どこ行きます、マジでどこ行く、今年この3人で、今年行っちゃう、うん、クリスマス、クリスマス、どこ行く、店だよ店店だよ、僕イルミネーション見たい、ヤンガ君、あーいいね、僕イルミネーション見たい、じゃあ新宿の駅の東口だ、やだやだ、もっといいとこ連れてってもっといいよ、ルイちゃんどうする、もっといいとこ連れてってよ、ルイ君どうする、お願いお願いお願い、一緒のお願い、一緒のお願い、一緒のお願い、明日し死んでもいいよ俺、おー、じゃあ今度なんかどっかのムービーでも撮って送るよ、飲もうか、飲もうか、そういう感じかい、そういう感じかい、ポケロー近いやん、そうイルミネーション好きだよね、ね、でもなんか女の子ってさ、なんかイルミネーション好きじゃない、ね、好きだね、無駄に、うん、無駄にね、無駄に、いやなんかイルミネーションの動画撮ってみんなに送るね、うん、俺のでなんか女の子ってなんか光も好きだよ、光も好きだね、うん、光っとけかっ、光っとけばいいでしょ、光っとけ、どうしたらいいの、無駄に確かに、じゃあ無駄に光ればいいの、うん、じゃあ俺らが何、ピカチュウ、ピカチュウ、んピカチュウ、違う、そんなんじゃない、やめようよ、例えばじゃあさ、やめようよ、やめようよ、そういうの口の中にさ、なんだろう、光もんじゃないけどさ、ええ、口の中にさ、宝石をさ、ほら、やってみなさい、やってね、うん、ね、もうやればいいよね、イルミネーションだよやっても、あら、喜ぶんでしょ、お、ね、それでもよく飲めよ、この野郎飲みまーす、ペヤング、ペヤング、こんなグダグダよいや俺クリスマスネタ盛り上がらないんだ、ちょっと別の話しようかと思うんだけど、違う話する、いい、そう、いや俺さ、あの最近ちょっと競馬やりたいなと思って、やめとけ、あれやめとけ、まだ早い、まだ早い、まだ早い、俺も27だよ来年競馬、それともあの競馬、ゆうなさんギャンブルとかやります、昔やってたパチンコとかは、何十八年前まで、もう本当に生きる前、生きる前、生まれる前、そうなんだギャンブル怖い、グイ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 、じゃあなんかこれ本当あのね、前ちょっと自分の追加の配信でなんか、うん、競馬好きが多かったの、だからなんか競馬配信をしようかな、あーなるほど、そうそうそう、でちょっとなんか行ってみたいなと思って、うん、好きでしょ、みんな競馬、俺、うん、俺ね、わかんない、本当にね、うん、結構こういう顔してさ、ギャンブラーじゃん、オーケー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 、競馬ね、マジで、競馬相当初心者ない、うん、身内に、身内に、競馬したいんだよ、競馬ね、競馬したい、競馬したいんだよ、うん、マジで、乗る方、乗る方、乗りたいんだよ、乗る乗りたいんだよ、走り、走る方か、でも競馬の話してると和田さん来ちゃうから、うん、和田さん呼ぶ、和田さん競馬大好き、和田る、和田るって言ってんだよ、和田さん、じゃあ改めてクリスマスの話戻そっか、クリスマス、ちょっとアンケート取ろうよ、行ったり来たりだよね、クリスマスみんな好きなのか、おお、クリスマスみんな好きでしょ、 あのさ、クリスマスさ、どんな感じ、サンタさんっていつまで信じてた、あいいね、それちょっといい、ね、みんなどう、サンタさんっていつまで信じた、あ、サンタさんじゃないよ、サンタさん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 、いつまで信じた、サンタさん、聞いたことないイントネーションで来るから、うん、サンタさん、何歳まで信じた、いつまで信じてた、小学生何歳まで、うん、サンタさん、なで、むしろ何でサンタさんが、うん、いないってことを知った、ある、なんかサンタさん、このタイミングで、俺から言っていいですか、いいよ、言うんじゃん、じゃあいいですか、じゃあおい、聞いとけそんなハードル上げます、サンタさんはぶっちゃけ小学5年まで信じたの、お、結構信じたね、そう、うん、で、小4まで俺はションベン漏らしたのね、ションベン、おー、まあ、ここだけの話ね、ここだけの話ね、あ、誰にも言うなよ、今誰にも言うなよ、今のミュートにしてもらいました、誰にも言うなよ、これダメだわ、特別なこと危ねえ、危ねえ、小4まで俺、小5までしたんだ、うんうんうん、小5までサンタを信じて、うん、
まあ、学校でもすごいやっぱサンタさんサンタさんってやっぱこの時期になると盛り上がってくるわけ。確かに確かにね、うん、長いね、長くねえわ。おい、そう、そういうのになって、サンタさんがを信じなくなったのは小5なわけね、うん、で、うん、その時にお願いしたのがポケットモンスターのね、うん、ゲームアドバンスの、はい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 、あ、流行ったね、クリスタルバージョン、はいはいはい、わかる、クリスタルバージョン、スイ君の表のやつね、うん、あ、その時にね、俺はサンタさんに一目会いたいと思って、うん、寝ずに待ったの、はいはいはい、寝ずに、寝ずに、うん、そう、そしたらサンタさん、俺その時実家に、まあもちろん実家か、うん、自分の部屋のドアが開いたわけ、うん、ドアが開いて、うん、あ、これ来る来るって、もう俺はもう目をつぶって、ね、でも、うん、心臓バクバク、うん、来たこれ、エステキエステエステキエステキロス来たエステキロスみたいな来た、あ、おお来たと思って、マジでマジか、普通に煙突じゃなくてこいつはマジでドアから来るんだこいつはと思って、うん、現実的だね、毎回新手のサンタなんだ、うんうん、思ってね、まあ目つぶってました、うん、そしたらね、普通にね、俺の顔をポンポン叩くの、一回ポン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 なんか確認するかのように、うん、もう確認してるわけ完全に、はいはいはい、うん、俺はでもね、うん、俺は親にね、その時にサンタは寝たら絶対に出てこない、あ、じゃあ寝たじゃん、寝ないと、寝ないと、あ、そう、寝ないと出てこないと、うん、起きたら絶対いい子にあげないと、うん、だから寝てたの俺はずっと、ダメだ、ここに目を開けたらダメだ、うん、見たくても絶対ダメ、プレゼントもらえない、おうおう、うん、で、寝たわけ、目つぶったわけ、うん、ずーっとで、横に枕元に置くのよ、うん、もう完全に、うん、うんうん、で、サンタがもう、うん、後ろ向いて、うん、もうテクテクって歩いてくるのね、おいおいおい、その瞬間に触るのよ、完全にもうゲームボーイのカセットの形なのお、これはあー、さすがサンタ分かってんじゃん、でも昨日、一昨日ぐらい俺は親父に言ったなーってスイ君のカセット欲しいなあー、もう完全これスイ君だなーってでもその後ろ姿を完全俺バッチリ見たのね、おお、親父かよ、おい親父、おいおい、しかもおい、パジャマやお前、寝るかっこいいパジャマや、親父、おい、その前行くのお前、って思ったの。それで起きて起きて、うん、そう、完全にもうあるわけ、もう起きて普通良い子はテンションが上がるじゃん、うんうんうん、俺はもう完全にテンション下がったわ親父あざすみたいな親父あざすみたいなそうで朝起きて俺言ったの、俺ごめん、親、お父さん、見てた正直お父さん言っちゃったんすか、見てたの、言ったんだ、うん、それやば、そらごめんねって、バレたんだ正直言うと小学5年生じゃん、幼稚園から5年までずっと俺があげてたんだよって、いや、いいよ、おーい、おーい、ぶち壊しかよ、おーい、いや、いいよ、親だよ、せめて今年からって言えよせめて今年からって言えよ、いやクリスマス前だって、クリスマス前とか自分でプレゼント探してましたけど、うん、探してたんすか、親、なんかお父さんの部屋になんか普通になんかどっかしらにあるから、なんか普通に探してあさって、うん、なんか普通になんかラップで包んであるから普通にビリーってやる、ラップはなくなり、マジであるじゃない、やばい、ラップなの、何、ラップっていうか、ラップ、じゃあじゃあちっちゃい頃から、じゃあどうしよう、なんか唐揚げとかの残り物をくださいとか言ってラップ唐揚げの残り物をくださいとか昨日のカレーの残り物をください昨日のパスタの残り物をくださいとか言ったの、親助かる、親助かるわ、昨日の残り物でいいんだみたいな、そういうことじゃないの、ラップって、あ、そう、ラップじゃない、放送紙、放送紙、ラップはやばいよ、ほんと、でも部屋の親の部屋探すのは私あるあるかもね、うん、いや、親の部屋漁ったらで、うん、コンドーム出てくるよ、だってあるんだ、出てくるんかい、出てきたもん、信じてた時期はあったよ、気にするいや、あるよね、やっぱ髪の毛龍之介でもあるんだ、うん、タイミングで CM、 じゃあ CM 開けたら、じゃあ俺が、うん、サンタさんいたね、それ今はね、ここへ、だから、そうそう、めっちゃハードル上がるけど、ちょっとお父さんだったっていう話と、うん、クリスマスプレゼントが、うん、昨夜の残りの、うん、そう、カレー、カレー俺がこう、そうしたら俺ちょっと超えれるかもしれない、ね、超えれるかもしれない、うん、うん、ハードル低いよ、一旦ね、パリピーポー、はい
経験者大募集。世界一幸せにはできないかもしれないけど、俺が一生笑わせるから。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインク。イオンインク。始まっちゃったわ。始まった。はい、こんにちはこんにちはわじゃあまあまあまあ、さっき言ってたね、あのちょ俺の話なんだけど、ちょハードル上げちゃってあれなんだけど、いや俺もね、サンタさんね、最初いるかなと思って信じたの、うん、で、まあなんかあの確かに俺信じたの小学校の2年生ぐらいなんだけどね、あのもうあ、ごめんごめんごめん、瓶で直で飲めよ。でもさ、ほんとね、話してんだから静かにしろ、ほんとダメで。なんだけど、なんか小学校2年生の時におばあちゃん家に泊まったの、おばあちゃん家に。で、なんかそのまあクリスマスを、まあ、実家じゃない場所で過ごすってなって、あのまあそこ多分親がね気を利かせてくれたんだ。おばあちゃん、おばあちゃん子ってわけでもないんだけど、多分おばあちゃん家泊まってて、だから親が気を利かせてくれたんだろうけど、段ボールであのプレゼントも送ってくれたの、俺がそのクリスマスの日に実家にいないから。でまあそれ届いたからさ、まあ、みんなでさ、なんかの おじいちゃんおばあちゃんと、まあ、俺でまあなんかわこんなん来たわみたいな、なんかお菓子とかいろいろ入ってておーみたいな、まあ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 ってなって、でまあその日普通にまあじゃあクリスマスだからみたいな、なんかおばあちゃんケーキとか作ってくれて、まあ、食べて、でまあ寝たわけよ。でまあ俺もさこういうの欲しいなっていろいろ思ってたけど、でまあ楽しみだ。で次の日朝起きたらおばあちゃんが昨日親が送ってきたお菓子を、はい、渡してくれ。おばあちゃんグイ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 よしこいグイ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 よしこい。おばあちゃん飲めや。おばあちゃん、それでおばあちゃんが飲んだ方がいい。おばあちゃん飲めや。あ、サンタさんっていないんだって気づいた、小学校2年生で。おばあちゃんグイだね今の完全に。翌年小3ぐらいからまた親がクリスマスで頑張ってくれたけど、もうそれを知ってるから、うん、無理だよ、ね、もうだからもう完全におばあちゃん悪いよね。俺もそうだからもう毎年演技するのが逆にちょっと苦痛だった、うん、やったーみたいなおばあちゃんのおばあちゃんがいなければやったーみたいな感じだよ。ルイ君と中学校一緒って書いてあるんだけど、あー気のせい気のせい嘘つけよ気のせいだよお前気のせい気のせい、同中会言ってみろじゃん。そう結局プレゼントおばあちゃんが手渡して、しかも昨日親が送ってきたあのお菓子とかだったこれ昨日見たよってやつを、はいっつって渡してくれたの。それで、あの、いないの、そうそう、知っちゃったの。おばあちゃんヤンキーだね。ねえ、結構。おばあちゃん極悪ひどいやね。結構ショックだったから。結構ショックだったから。いけるルイ君と中学校いけんな。本当にいや、もうそれ気にしない。めっちゃ気になる、めっちゃ気になる。いいよ、あれはね、西中じゃねえよ。いや、西中じゃねえし、俺。せい中で。まあ、そんなこともあったね。クリスマス。うん。懐かしいね、次の年とかグローブとか親がさ、こうあのクリスマスでね、その一応朝ね起きたらあるみたいなのあったけど、うん、それ喜ぶふりするのがさ、そうだよね、もうなんか作るのがちょっと苦痛だよね。そうそうそう、おーみたいな、やったー。俺実はね、その去年に知ってんだよねありがとうみたいな。で俺妹いるからさ、もうやっぱその妹にも言っちゃって、なんかサンタさんいないの、うん、あれなんかいないいないよみたいな。だからなんかうちの妹はもうなんか小学校1年生の時から俺のその喜ぶ演技を、うん、あのやらされてて、ちょっと妹の方がかわいそうだ言ったのちゃんとあのサンタさんにもしプレゼントもらったら、やったらありがとうって演技するんだよ、親だからあれみたいな喜ぶ親だけどちゃんと演技するんだよ。そう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 、ちょっとね、ほんとね、かわいそう。結構何年間かね、あの兄弟であの喜んでふりをしてた毎年。夢も希望もぶち壊しやな、うんうん、そう、おばあちゃんのせいだ、うん、ぶち壊しやな。いやー、まあ、しょうがないね、そういう時も。まあでもそんなもんだよね、そんなもんだね、うん、クリスマスなんで。なんかクリスマスとか、なんだろう、プレゼントだよね、おばあちゃんやってくれた。まあ、それはまだ親じゃなくておばあちゃんってとこな。 そこにアンダーラインよろしくね、自分にさ子供とかできたらやんのかな、そのサンタさんのふりして。俺は結婚したらじゃあやる、あの多少はねやらなきゃね、妻を嫁をトナカイにする。で俺がまたがって
本当にジェンゴペジングペ集中がなるっつってはい息子へい娘っつってやるだからその後始まんない始まんない大丈夫始まんないねもう仕事よな仕事よ嫁をトナカイにして嫁をトナカイにしてほんとちょっとそのそれなりの感を出すかな、ね、うん、もうでも子供できてる頃にやる最悪ちょっと段ボールでソリをねえねえでも塩対応でも塩対応ちゃんとねカツンね嫁をすっとまかれねでまた買ってね俺ラジオでしゃんじゃねえよーっつってなんだい君が何が欲しいのかーいってぐらいかなでもやるんだろうね多分みんな言うでここに言うでみんなとはさてコメントしてくれてるけど絶対みんなやるから絶対やるでしょ、うんうん絶対やるみんなジンゴベジンゴベって言ってやんなよせいなら夜にカムヒヤーって言ってどうせ言っちゃうんだからカムヒヤやばいカムヒヤやばいからこっちもいいやっつってそれは違うかでみんなどうせ多分やると思うよみんな嫁にまたがるのうんみんな嫁にあみんなここ3人またがる組またがろうだから今日この3人またがる3人またがる3人で配信しますぐいぐい親心配だってお前心配されてるよルイクはまたがられるんでしょルイは M だからねいやかわしいわ、まあ、ルイは M だからねルイの性癖どうでもいいけどね興味ないよねまあいいじゃんそういうのあまあ M っぽいけど、うん、M っぽいけどね M っぽいよねなんか顔が M 気流のすぎてるね銀ちゃんこれで M だったら引くな確かに引くこれで M だったら引くわ首絞めてたら欲しいどうだろうな勝手に巻き込まないでしょ自分はどんな教育したい真剣な話これ真剣な話じゃないこれいやこれちょっとじゃあ全然関係ないけどあれしよう銀ちゃんの心霊話しようか、うん、心霊話していいの地元帰るしねみんな確かに帰んないから俺一応年末帰る予定なんだけどそう俺も帰る予定なんだけどまあ、心霊話していいこれそうこっちのね地元はねなかなか霊がいっぱいいるっていう、ね、話なんだけどガチしていいの、うん、大丈夫みんなこれ結構ガチよ俺もちょっとびっくりしたもん意外と銀ちゃん M やかましや、うん、じゃあやって、うん、やるよ山口みんな人死んでるから、ね、これ今マジでほんとチンコ小さいやつらはマジでほんとにマジでかもう見ない方がいいよこれ結構ね怖いよ自分のチンチンに自信があるやつだけ見た方がいいね、うん、じゃあするよ俺地元ねここだけの話、絶対誰にも言わないで山口県なんだけどよいしょ放送書にも書いてんだけどで、あのねなんかちょっと出てあ、寄生獣か電話で寄生獣誰なんで寄生獣変えて変えてはいなんだけどあ、はい、その時に内勤の寄生獣にしたの地元まだこっち東京上京してくる前にはいあの友達4人であ、ニコ生だよあのね声下げる声ニコ生してんだけど友達4人で、ドライブしたの、うん、その時に俺が運転したのね、車を、うんうんうん、それでね、はい、まあ真冬で、2月ぐらいの、ちょうどね、はい、で、なんかドライブも終わって、なんか飽きたねってもうそろそろ帰ろうかってなった時にじゃあ、俺が運転してねなんか、このまま帰るのもあれだからどっかちょっと、ね、ちょっと怖い的なとこ、心霊スポット的なとこ寄って帰ろうよって言った時にね、うん、そう、で、その時も、時間も2時、3時だったからじゃあだったらもうその辺のちょっとうちの市内ででかいちょ中央霊園ってあるんだけど、うん、そこにちょっと寄ってからうん、うんうん、行ったのねそうでまあ普通にバーって車で走ってまあ行き止まりまで行きましたねでもう行き止まりやし何もなかったねつってじゃあ帰ろうかつってでちょっとちょうど U ターンできるぐらいのスペースがあったから U ターンをねしようとした、うん、で U ターンしようとしてじゃあ帰ろうつってで帰ろうとした時にちょうど冬だったからもうフロントガラスはもちろん曇るわけじゃん、うんうん、こうその時にやっぱなんかボタンを押したらさその曇りを焚くやつあるじゃん、うんうんうん、それを押したのそしたらなかなかね曇りがね抜けないわけだ、うんうんうん、何やこれと思ってだると思ってうざマジで本当にやっちゃおうかなと思ったんだけどまあそこはまあ抑えてそれ自分の運転してるとこでこうやって画面内側から拭いて、うん、見えるとこだけこうやってね行こうとしたのうん、ね、でそれでブーブイーンって帰ろうっつってそしたら助手席の方に俺の友達が座ったんやけどそしたら助手席に急にポン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 ってわけのわからんつぶつぶがついたのね、うん、ニキビじゃないし何やこれと思って最初それは俺は最初友達が冗談半分でなんかつけてんのかなと思って、うん、そしたらだんだんそれが
友達見てるけど、うん、何も触ってないわけ、ガラスに、うん、だんだんそれがポンポンポンして手形になっていくの、うん、ポン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 、うん、それで、えーって思ってさ何やばいと思って、まあ、キモーと思って、友達ももう引いてるわけよ、もうやばいやばいよ、とりあえずもう後ろのね、座ってる2人もなんか驚いてるから、とりあえずこれやべえと思って帰ろうと思って、とりあえずブイーンって俺が運転してるから、もう安全運転で安全第一で帰ります。一回ちょっとあのね、コンビニに寄ってタオル買おうと思ってね、拭こうってちょっと買って拭いたわけね。で一回それでこう帰ろうって、で帰るので拭いて帰ろうって、またブーンって走らせて、その時にまたその帰る途中にまた、うんうん、そのがバン手形がボン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 つくわけよ、うんうん、もういやこれやべえなと思って、そう竹子豚じゃないんだけどでやばいわけもう俺、ね、でもこれキモーと思って、でもそれもだんだんもう慣れてくるの。でもう帰ろうって一人の俺の後ろに座ってる子をね、じゃあから送ろうと思って、うん、帰るわけ。したらまだまだそれでもつくから気持ち悪いと思って、一回洗車をしようと思って、気持ち悪いから全部流そうって、でガソリンスタンドによって一回洗車しようとしたの、うん、で俺とその助手席に座ったやつがね、一回降りて一回ちょっと洗車のね、やっぱお金とかいるじゃん、うんうん、バーってでダメって、一回一周車を回った時に後ろのフロントガラスに手が2個分のこんぐらいのでっかい手形がボンと後ろだけついたの、うん、まあその時点でキモい、と思って、うんまあ、そういうのもつけれる状態じゃなかったから、うん、もうこれやべえと思って、うん、キモいと思って、1分前なんだね、おっとそうで、バラバラってまたやってバーって洗車するわけない、そうで一回まあまだ走らせてもう帰ろうっつって、その時に送ってる途中に女の子がいきなりハッてなって、うん、いきなり俺の首を持って運転する、こう横に揺らすの、でそれでいきなりやばいの、もう握力も、うん、もうガリガリのやつだったんだけど握力やばくて、お前絶対お前の力じゃないよみたいな、でそれで一回みんなで降りてバンバンバンってやったの、うん、ちょお前ちょ大丈夫かよっつって、うん、そしたらパッてみたいな、完全に乗り移ったわけ、うん、うん、それで送って、その帰った後にその書を送ったら、そしたらその後俺に連絡が来て、携帯ね、家まで送ってそいつを、うん、この車にまだいるよって、おって送ってきたの、そしたらその瞬間にその俺の運転したフロントガラスに目、鼻、口がボンって映ったの。わー、その1週間後に車事故りました、ガチ話、シーユアゲイン。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。